よいしょはい。はい。ああもう今回のミス説明せよ、これ。すいませんでした。どういう流れでこんなミスが大きいねあもう、見落としてしまいまして。確認を怠ってしまいました。すいません。これさ、はい。確認を怠っていただ結果どうなってるか分かってるよな。はい。これでどんだけの社員がまた動かなあかんと思う申し訳ございません。あの、僕も、 その、いつもの倍以上動いて。死ぬか、はい、そんなもん。はい、すいません。お前は倍動関係ないね。はい、すいませんでした。はい、気をつけます。あのー、気をつけますとかじゃないから、これは。僕自身、は、初めての経験のことが多くて、ちょっと、自分の中で。初めてあったらミスしてええんか。いや、そういうわけじゃないやろ。ダメですいは。初めてな、はい、すいません。はい、もしもし。はい。 まあだからなんで初めてなのにミスしたのかっていうことを考えたんですけど、まあ、初めてだからミスしたのかはい、はいはい、かしこまりましたはいまたはたまたなんかこの舞い上がってしまっていたのかっていうのをいろいろはい考えて、はい、たんですけど結局舞い上がってしまってました、えー、すいません本当にあっダイビスはい仕事任されるのは初めてだったもので、あのー、はいあしのはいなんかこんな僕がなんか任されたっていうことで何か結果を出さないとっていうことではいやってたんですけどはいかしこまりましたはい あだになって。はい、あ、ん、少々お待ちください。自分自身。すいません、あだになって、自分自身。はい。すいません。何してんのあ、すいません、私も。はい。はい、すいません。はい。はい、お疲れ様でした。はい。今後、もしこのようなことがあった場合は、僕自身、はい。あの、え、もちろんです。絶対結果出すようにしますんで、ほんま、今回すいませんでした、ほんまに。いや、大た夫ですよ、大丈夫ですよ。いや、でも、あの、信じてください。すいません、もう一度お願いします。はい。わかりました。何度でも言います。あ、お願いします。僕を信じてください。すいません、少々。 僕を信じてください。はい。で、あの、我々としましてはですね、あの、今回の意見が、あの、すいません。あそれそれです。もう一度チャンスをいただけるなら、はい、いただきたいです。はい、あの、ちょっと待ってもらう。すいません。あ、いらでも待すいません、すいません。全然。電いしてんな。いらでも待ちます。はい。あ、すいません。青か、お前。すいません、すいません。青なんか。すいませんでした。青やろ。失礼しました。はい、すいません。はい。 えそうです、そうです。はい。で、でですね、あの、今回ちょっとあの、我々としましては、いつの20時の方にそちらに伺いますんで、はい。わかりました、20時ですね。わかりました。20時にもう一度伺って謝罪させていきます。お願いします。それまでに、次のプロ、次のプロをきっちりやりまし一回停止させていただきますので、敬語やめてください。で、そうです、はい。敬語やめてください、お願いします。はい、お願いします。 距離開くんで怒るんやったらビシッと怒ってください。はい、すみません。もう一度お願いします。はい、もう一度お願いします。怒るんやったら僕のことビシッと怒ってくださいよ。あ、もう一度お願いします。あれだけ、じゃもう一度何度でも言います。はい。怒るんやったら僕のことビシッと怒ってください。はい、もう一度だけお願いします。怒るんやったら僕のことビシッと怒ってください。かしこまりました。かしこまりましたって何なんですかありがとうございます。失礼します。ビシッと。頭おかしいかすみません。わからんか何もわからなくて。 だからミスしてしまったんです。だから怒る時ぐらいビシッと怒ってください。敬語で怒るのやめてください。何度でも言います。僕のこと俺は。な電話してて。あ、え俺電話してて今あ。あ、だから電話終わってから。あ、え,えすいません。すみませんでした。どこで電話終わったと思った。今電話終わってなんか僕に喋りかけてませんでした。すみません。喋りかけてないよ。 すみませんでした。すみません。勘違いしちゃって。気をつけます。はい、もしもし。はい。リベンジってさせてもらえるんですかね。あ、そ、あ、そちら、はい、可能です。これでもうチャンスがないとなると。あ、すぐ行きますんで、はい。来てください、じゃあ、すぐ。すぐ行きますんで、はい。僕は行きたいですよ、そっちに。はい、すみません、もう一度。来るんだったら来てください。もう一度。どんといですよ。すみません、もう一度お願いします。ミスはしましたけども、何回でも言います。はい、すみません。どんと来い。なんで謝るんですか、先輩が。はい。ねえ。はい。 なんで謝るんですか,かです先輩が。はい。あ僕の王骨をどんとこいです確かかしこまりました。僕はミスしましたけどね。すいません、もう一度お願いします。もう一回言いますよ。僕はミスしましたけどね。すいません、もう一度お願いします。僕はミスしましたけどね。あ、すいません、もう一度だけ。もう何回も。<あ>僕はミスしましたけどね。はい、失礼します。諦めませんよ。おさんはおかしいかーえ出て,てけ。 すみませんありがとうございますなんかビシッと言っていただいてなんか僕の気迫に押されて丸くなる先輩なんて見たくないですありがとうございます目指したいです先輩のこと先輩って言うなほんではい部活ちゃう面からすいませんでした失礼します 皆さん、こんにちは。えー、この会社でついに YouTube チャンネルを開設することになりました。えー、で、我々はどんなことをするかと言いますとですね、まずこの会社が、前を怒ってくれたおかげで、ほんまに、あの、うん、もう一回、前に進めるようになりました。なんか、前の自分が間違ってたし、未熟やったなって、本当に気づかせていただきました。本当ありがとうございます。失礼します。ほん、ま、ありがとうございます。いや、先輩のおかげです。ほんま目指したいです。目指させて,もらっていただきます。俺今何やってるえ俺今何やってる えーと何やってるえーなんすか大喜利トすかこれえー象の飼育 <laughs> やってるかっていう感じですねはい目指していいですか先輩のことすみませんあれです先輩っていうのはお前し失礼しますしい,いません部下ちゃうねんあれでしたほんまに怒っていただいてあれです信じられな単独ライブ愛が中,愛が中ぜひ聞いてください。 ぜひ読んでください。ネタサロン。ネタサロン。集まれ集まれ。ネタサロン。このレンガが擦れる音に集まれ。いや、ネタサロンに集まるんだろ。う。レンガが擦れる音に集まっても仕方がないだろ。う。みんな、一緒にゆっくりしよう。不透明すぎて入るのが怖い。ネタサロン。ジャルジャルタワー